こんばんは。4月13日、火曜日の夜でございます。平山茂と申します。本日もお仕事の方お疲れ様でした。ご苦労様でした。もう火曜日が終わりましたね。もう楽勝ですね。もう楽勝ですね。ね、大丈夫、余裕、大丈夫です。はい、私は、今日でちょっと無職にまたなってしまいました。ちょっとしばらくまたお休みが続きます。これはお休みなのか、無職はお休みではない。一応次の仕事は決まってはいる、ただ確定ではない。無職か、無職ですね。まあそんなことは、私のことはどうでもいいんですけれども、大丈夫ですよ、大丈夫。さあちょっと今日はね、本当にもう時間も時間なので、もう今もう間もなく夜9時なんです。ちょっとまだご飯も食べてません。今からもうゲッとご飯を食べて、もうベッド寝ます。大丈夫。はい、よかったらまた明日見てください。背中をさすってほしいなと思ったらこのチャンネル見てください。あなたの背中をゴシゴシとさすりたいと思います。大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫だよってさすりたいと思います。いや、さすります。それではまた明日、おやすみなさい。平山茂でした。